こうしている間にどんどん車が入ってきたぜ。はい、オッケーです。いた、うわ突っ込んできた。めちゃくちゃじゃねえか。ガソリンを求めて車同士で争ってるんだけど。ウプ主が言った恐怖の意味がよくわかったぜ。ここの地域にはガソリンスタンドがここにしかないからみんなガソリンの争奪戦をしてるんだよ。そう言ってるそばから。ちょ、これじゃあまともに仕事できねえよ。ああ、ガソリンか、ガソリンかー。ガソリン吹き出して暴れ回ってるぜ。ふう、なんとか止められた。あれ、ちょっと待ってすごいマネーが減ってるんだけど。ああ、やっぱり勝手に出ていやがった。このゲーム、ガソリンを無駄にするとどんどんお金が減っていくようになっているんです。このガソリンを無駄にしちゃうのはさ、お客さんが悪いと思うんだよね。こんな車が回転しながら入ってくるガソリンスタンドなんてここだけだろ。今日一日働いて、約5万2000円の借金を背負うことになりました。あ、そうだ。私が買った車に乗せてあげようか。え、いいのか。乗せて乗せて。そして最後私にその車をちょうだい。とんでもねえこと言い出しやがった。いいなぁ。こういうマンションに住みたい。あら、一つあげようか。一つも持ってねえだろうが。なぁ、車街中で走らせねえのか。そりゃ道路狭いしぶつかったら嫌だもん。車なんてぶつかって爆破させてなんぼじゃない。んなこと思ってんのお前だけだわ。じゃじゃーん。これが私の車だよ。真っ赤か、遠くからでも目立つな。ピッカピカねえ。でしょでしょ。赤と言ったら私、私と言ったら赤。ってことでいただいていくわね。泥棒ー。せっかくだし、車に乗って遠くの街にでも行ってみようか。お、そいつはいい考えだぜ。ドライブ楽しみー。それじゃあ楽しいドライブをしよう。安全運転で頼むぜ。任せて、運転には自信があるんだ。やっくー、ドライブ最高ー。ああ、こうしてワイワイガヤガヤしてドライブするのもいいな。あ、私こんな時にぴったりな CD 持ってた。え、かけてかけて。お、おい霊夢。これがドライブにぴったりな曲か。そうよ、気分がすごく上がるでしょ。まったく。こっちがええだわ。あれ、遠くの街ってどう言ったらいいんだろう。こいつ方向音痴だったー。とりあえずまっすぐ進んだら着くわよ。適当なこと言ってんじゃねえ。わかった、とりあえずまっすぐ進むよ。カーナビくらい買っておけよな。うん、帰ったら買うよ。目の前の道路を道なりに進みましょう。オーケー。ギャー。うわー、早速ぶつけちゃったー。危なーい。どうしよう。ふんふん、これからお嬢様をお迎えに。あー、昨日下ろしたばかりのロールスロイスがー。誰ぜ、こんなことしたやつは。この赤い車の主ってことだな。どこだ、絶対に許さん。とっさに隠れちゃったわよ。私たちはこの町の札付きの悪だ。このまま逃げちまえ。ああ、捕まるのなんてごめんだぜ。さっきのメイドみたいなやつがこっちに戻ってくる前に。急げ急げ。ぶつけたせいでうまく運転できない。この車から煙出てるし、いつ爆破してもおかしくねえ。一刻も早く遠くへ逃げましょう。おらー。よし、そのままなりふり構わず逃げるわよ。どけどけどけー。このまま街中の地下にでも逃亡だ。地下ならこっちよ。了解。ああ、やっちゃった。警察だってー。この野郎私が被害者なんだよ。あ、もしもし警察ですか。2丁目のワックでお客様が暴れているんです。くそー、通報しやがった。とりあえず逃げよう。早く早く。郊外までアクセル全開だー。あ、ハンバーガーどうしよう。なことより一刻も早く姿をくらますぜー。ふっふっふ、そろそろ戻ってもいい頃だろう。確か今日は警察官が一人しかいなかったしちょろいな。気分もいいしこのまま街中を爆走しちゃうか。どうせなら仲間を呼べばよかったな。あ、やば。よりによってパトカーに。うわぁ、煙出てるし、どうしよう。ちょ、またぶつけちゃった。お次は見ての通り、爆弾畑を走っていただきます。面白いくらいに爆弾だってわかるな。あ。うわー、洋服が焦げちゃった。さあお次のコースをジジイに走っていただきましょう。爆弾が見えるんだが。え、行き止まりだよ。皆さん、またまた大ジャンプを披露します。何
んでこのジジイ毎回こんなに飛ぶんだよ。ただ飛ぶだけじゃなくて。一本。おい、目の前に壁があるんだけど。ああ、ジジイにしたらこんな壁なんてことないですよ。キャッハー、思いっきり飛ばすぜー。思いっきりぶつかってんじゃねえか。ジジイはそんなに運転が上手ではありません。ああ、知ってた。さあ壁に向かってレッツゴー。飛ばないジジイはただのジジイ。ジジイは緊急脱出の達人です。誇れるのか。うわぁ。ちょっとサクッと刺さった。スリー、ツー、ワン、バンジー。うわぁ、こいつらマジで飛ばしやがった。なんて綺麗な潰れ方だ。え、この車普通の車じゃなくて世界に10台しかない車、これで世界に9台しかなくなったな。まあまあ、こういうアクシデントはつきものだから。そうね、まあいっか、よくねえ。でも車が大炎上しなくてよかったよ。大したことなかったわ、ボッコボコだろうが。お次はごく普通のサーキットだよ。サーキットにこんな障害物ねえよ。今回の車は大きいからあまりスピードは出ないね。安全運転が一番だ。このまままっすぐ進めー。うわぁ、思いっきり事故ってんじゃねえか。これは実際に起こりそうな場面だね。あ、どうもこんにちは。どうも。オタククリスマスに予定入ってます。それが全くですよ。ぷぷ。む、そういうあなたは予定あるんですか。いえ、全く。あっは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 。なにこれ。次はのんびり走ろう、のんびり。ええ、人生走りすぎも良くないものね。これとは別だろ。この車は郵便配達車かな。郵便物を届けに行きましょう。あれ、前に何かねえか。ちょ、うわぁ、トラック。なんでトラックがこっちに突っ込んできたのよ。ザ正面衝突なんだぜ。右側にくぼみがあったからそこに入って、向かってくるトラックを避けたらいいんじゃない。そうね、この霊夢スーパードライバーの腕にかかれば、避けることなんて朝飯前よ。ほんとか。二人ともよく見ていなさい。私免許持ってないんだった。論外じゃねえか。それじゃあお次は大ジャンプをするよ。大ジャンプ。次はマリサに文句言われないようにするから。おお、カースタントみたいだぜ。一発で成功。ぜひだー。しょうがないわよ、火の輪をくぐったんだし、ただ大ジャンプしただけだろうが。回って消火だ消火。回ったって火が消えるわけねえだろうが。真っ白で見えないわよ。誰かー、水か何かかけてください。こりゃ爆発するまで時間の問題だぜ。最初のステージはデスフォールというステージです。もう名前からして確実にやべえステージじゃねえか。大丈夫よ。逆から読んだらフォールデスなんだから、デスが問題なんだよ。ほら、このステージを見れば大丈夫だって思うでしょ。見るからに危険なステージだってのが分かったぜ。よし、ここに落ちてみましょう。どれだけ深いんだ。ゴー。うわぁ。深いなんてもんじゃねえ。一体この下に何があるのか。ひぃー。いけぇー、落ちろー。あ、そこ見えた。串刺し。あ、バーベキュー始まった。串刺しから焼く手順なんてバーベキューそのものだね。これが車だったなんて信じられねえな。それじゃあ別の穴に落ちてみましょう。それじゃあ出発進行。コンテナー。今度は落とし穴にぎっしりコンテナが詰まっているわね。自分からスクラップになりに行くってどういうことだよ。おっと、早速火がついたー。まるで隕石みたいね。うわー、空から車が降ってきたー。ってなるかー。まだまだ落ちるよ。もうネジ一本くらいになるまで壊れなさい。これでも十分壊れまくってるだろうが。おーおー、地上に落下するぞ。落ちるー。なんだこの鉄板は。元はこんなちゃんとした車でした。綺麗な鉄板に戻ったわね。これが車だったってわかる人そうそういねえぞ。いやー、見事なぶっ壊れ具合でした。それじゃあ今度はあの大きな四角い穴に落ちてみるわよ。おい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 、さっきの落とし穴より全然広いんだが。はっはっはっは、まるで私の心のようだー。一発殴ってもいいか。すごい、なんかトンネルをくぐっているみたいだよ。落ちるー。イエーイ。便利なシュレッダーだぜ。霊夢ちゃんセレクト、決定的瞬間詰め合わせ。お次は家のガラスをぶっ壊すというステージです。もう何のゲームかわかんねえよ。はっは、人間どもの家を壊すのは最高だぜ。やっぱこいつ人間じゃないわ。そりゃ自分の体をぶつけてガラス割ってるくらいだしな。はっはっは、ガラスを割るくらいなんてことない。
これが自分の家だったら最悪だぜ。プリプリジェットアタック。すげえよく。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。車が壊れるのを見るのはなんかスッキリするよな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。